デジタルになったのってどのぐらいですか。割と早めだったでしょ。いや、そうだ、今から思えば早い方だったかもしれないですけど、フィルムでシステムを作ってしまうと、うん、デジタルになると変わりますよね、ライティングから何から。基本は変わんないんですけど、うん、でもそうですね、変わりましたね。最初に使ってたカメラ何だったんですか。最初はあれですね、オリンパスのフォーサーズですね。E1 とかなんか一番最初のやつですね。それはまあロケかなんかで使うようにって感じで、っていうかちょっとデジタルの勉強した時に、うん、あ、これすごく理にかなってるな、うん、フォーサーズシステムって、はいはいはい、であのダストリダクションがついてたり、うん、防塵防滴だったり、うん、っていうで、こうあのセンサーのフォーマットにすることによって、うん、はいはい、このカメラをコンパクトにできるとかいろんなことも考えて、うん、ああなかなかこれよくできてる、うん、でまあちょっと使ったんですけど、うん、まあでもちょっと違うかな、うん、まだまだ色が出ない時代ですもんね。色、そうですね、色、うん、色っていうとどういう色ですか。まあ、フィルムで完成されたプロセスのフィルムで作ってて、でデジタルになるとそこに、うん、なるほど、自分たちが思い描いてたようなグッズにはならないなって、うん、まあ、でもそれも僕、うん、まあだからデジタルなんかなって思って、うん、やっぱりフィルムだよなって思いながら、うん、フィルムとデジタルと一緒に撮ったもの、うん、でまあそれぞれを同じその媒体で入稿して、うん、で印刷で焼き上がってきて、うん、でその撮影の時にあのファッションだったんですけど、はい、糸 を,、うん、をそのままもらってきてたんです、うん、でその糸を持って印刷上がってきたやつの上にこう置いたら全然違うんですよ。だからでその色見本出したプリントとあとポジフィルムのそのポジとまたこう色を合わせるんですけど全然違うんですよ。あ、今までこんなことやってなかったからこんなもんだったっていうだけであって、はいはい、実際はそんなところなんだなと。ああ、わかります、ね、であんまり本当は気にするところじゃないんだなっていう、はいはい、面白い。商品のね撮影あって商品をもらってきて、うん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 、その商品をもらって最初レタッチしてます、うん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 、分かんなくて色が、うんうん、分かんないですよね、うん、だそれまでフィルムが決めてくれてた色っていうのがあって、うんうん、それにもう完全に依存してたけど、うん、デジタルで自分でやんなきゃいけないときに、うん、何を基準にしていいのか分かんなくて、うんうん、じゃあそれでなんか物は物でってやってた覚えがありますよね、うんうん、そういえば。ただそれもどこの光の下で見てるかも全然違うから、ね、だからまあナンセンスって言えばナンセンスだなっていう。それよりかは、そんなことにとらわれないでやっぱりいいっていうものを見てった方がいいんだろうなっていう。それでライカ、ライカですね。ライカいつから使ってるんですか。ライカは、M8.2 から使い始めて、デジタルになってからしか僕ライカ使ってないんで、2000多分7年8年ぐらいじゃないですかね。それで M9 が出てフルサイズ、はいはい、まあ、フルフレームになった時に、はいはい、あ、これ仕事で使えるんじゃないのって思って使ったら意外と使えるんで、はい、でこれで十分っていうんで、うん、それでその前まで使ってたのがキヤノンの 1DAS ですよ、ね、とかあの辺だったんですけど、はい、あ、もうこれはいいやっていうんで、それからもうライカです、まあ、ライカっていうよりかはあのレンジファインダーですね。うん、M 型のレンジファインダーがお気に入りって感じですね。 M 型のレンジファインダー、つまりこの形が良かった。そうです、そうです。それまでずっと一眼レフなわけです。それまで一眼レフでした。でも使ったことないですよ、ね、使ったことないです。使ってみたらいけるって思ったんですか、うん、はいけるって思ったのは、うん、よく一眼レフで撮れてたなと思いました。え、どういうことですか。見てないから撮ってる時を、あ、ブラックアウトしてるっていうか、まあ、今みんなブラックアウトって言い方をしますけど、そのブラックアウトしちゃってるんで。これだと撮ってる一眼レフと違って撮ってる時ブラックアウトがしない。そうです、隣で見てるんで、素抜けのところで見てるんで。あ、全然変わりました。え、変わる。全然変わります。あ、全然変わるし、びっくりするぐらい下手になります一回ですよね信じらんないぐらい。
涙出ちゃうぐらい下手になります。なんでこんなしか撮れないんだろうってなるんですか。なりますよ、なりますってなるし、うん、あ、自分の実力ってこんなもんだったんだっていうのも分かります。いかにそのフレーミングとか、はいはい、そのズームの ものだったりとかっていう、あとなんか前後の要するにシャッター切る前後でなんか満足して撮ってたとか、距離に対しての感覚とかっていう、そういうのが、あ、実は俺この程度だったんだなっていうのは分かりました。使ってんのは50ミリ多いですか。もう50ミリ、ほぼ50ミリだけですね。今作ってんのは初期型のズミクロン、うん、そうですね、まあ、この固定強度の、固定強度ですね。これたまたますごくいいのがあったんで。ずっとこれですか。いや、ずっとアポズミクロンです。あ、アポズミクロンを10年近くです、あれ2012年ぐらいに多分出て、はいはいはい、出ましたね。でその時からもう10年ぐらいはもうアポズミクロンですね。でアポズミクロンに今これ M10R、 M10R、 うん、これ M10R、その後 M11 にはしたんですか。しないです。してない、しない、うん、なんでですか。M11 は、うん、僕には合わないですね。合わない、合わない。これ どうしてですか。あのシャッターの問題ですね、うん、シャッターちょっと遅いって見えますよね。遅いっていうか開いてて、うん、でシャッター切ると閉じて開いてっていうのをやるんで、はいはい、これは違うんですか。これはもう閉じたまんまなんで、うん、シャッター切るとバンと開くだけで、うん、これはということはライブビューには常になってないってこと。ライブビューないです。ライブビューあっても使ったことないです。ああ、なるほど、じゃあもうシャッター閉じたまんまにしといて、うん、で、まあ、シャッター来たらこうなるだけ。そう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 、だからもうタイムラグないです。でしばらく、はいはい、ゴルフウェア の、うん、あのコマーシャルをずっと撮ってたんですけど、うん、その時にプロ の、うん、あのゴルファーが来て、はいはい、それでスタジオで撮るんですけど、うん、そうするとあのクリエイティブディレクターが、うん、こうなってるここにそのヘッドがあって、うん、でこうロゴが見えて、うん、こう筋肉の感じ、ここのっていうのを撮ってくれって言われて、はい、分かりました。そうするとまあプロですからね、はい、ビヨンってやるんですよ。それでは分かったっつってバンって撮ると、はい、1枚撮れるんですよ。いや、すっごい分かるの。僕はね、それで空手の極真 の、うんうんうん、あのチャンピオンが出て、和美っていう人を撮らなきゃいけない時に、こう蹴りをしてここで止まった位置が欲しいって言われて、普通の一眼だと絶対無理なんで、うんうん、しのご持ってた。ああ、うん、そっちの方がいいですよ。もうパッと切った瞬間にトンと落ちるから、もうそれだとね、もう思った通りに全部コントロールできるから同じだ。同じです。余計なこの作業がないから取れちゃうってことですね。じゃあそのプロ そのゴルファーの方もいつもはね、バシャ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 って何回もやらされるんだけどさ、いやー、ギニアさんいいよ、1枚か2枚だもん、かっこいい、でも今日も早く帰れるっつって、そうバシャバシャやってると絶対こことここの間になるんですよね。そうです。で特にストロボとか使ってると同調しなかったりもするんで、はい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 、なるほど。だから全然別物ですよ。で今僕あの M 型教習所っていうのを始めまして、うんまあ、あるあの松田君っていうカメラマンから、うん、あの彼がいろいろとセミナーみたいのをやってるんですけど、うん、そこで撮ってるかあの生徒さんたちが、うん、良いよライカだって言うんでライカを買うと、うん、で買ったのはいいんだけどなかなかうまく撮れないっていう。そうですよね。世の中はねライカ持ってる人こんな多いのかっていうぐらいいっぱいいますね、うん、ただうまく撮れないっていうんで、はい、だからケイタさんなんかちょっとこれあの撮り方を教えてあげてよっていうのはあのいいね、写真のいい悪い、はい、上手い下手、はい、うまくなるためにはとかそういうのはできないし、うん、そういうような立場にないから、うん、そうじゃなくて使い方を教習するんだったらやると。だから M 型教習所っていうのをやってるんです、今やってるんですか。今やってます。えちょっと待ってね全然ないか使ってなかったんだけど M9、うんうん、これちょっとなんかいろいろつけてみたら、うん、なんかかっこいいぞこれってなって、うんうん、使おうと思ってたとこだったんですよ、なんかライカはフィルム時代ずっと使ってたけどデジタルになったらほとんど使ったことがなかったので、うんうん、あのまあその M 型教習所に来ないとあれですけど、うん、まあ触りというか、うん、距離計連動式カメラなので、うんうん、ピントは合わないです、うんうん、ピントっていう概念はないですから。
距離計なんで距離を測ってるだけです、うん、だ距離を測るカメラだっていうところから入っていかないと、うん、あのなんていうんですかね、乗りこなせないっていうか、うん、微妙だと。じゃあそうピントを合わせるときに、うん、まあこう動くわけですよね。そういう場合どうするんですか、被写体が動いてたりする場合。いや、ね、ピントは合わないです。だどういうことかっていうと、うん、ピントを合わせるカメラじゃないんです、はいはい、合わせっていうことはなんか合った時に撮るっていうこと。違います。違う。え、どういうことですか。あの、うん、あれですね、教習所に行かないと。教習所に行かないとですけど、でも、要するに、写真を撮るって英語でなんて言います、うん、Take picture。 そうですね、うん、Take a picture って言いますよね、うん、そこはピクチャーですよね、うんうん、で、ドローはピクチャーは、うん、ペンとかで描くのがドローですね、はいはいはい、で筆使うのがペイントですね、はいはい、ペインターピクチャー、うん、で写真を撮るのがそのテイクアピクチャーなんです、うん、でそれは写真を撮ってるんです。うーん、どういうことかって写してるんです。写す、ええ、写すっていうのはこういうこと、コンバートってこと、トレースするってことですね。でテイクのその言葉の中にはこう入れ込む、はいはい、抱き込むとかっていう、うん、そういうのがあるんで、絵をこうトレースしてる。うん、だから一眼レフあるじゃないですか、うん、まあ、ミラーレスでも、はいはい、ピントを合わせるじゃないですか、はいはい、ピントってどこに合わせます。例えばこうあったとして、どこにピント合わせます。カメラ持って、まあ、カメラ持って、まあ、それはどこ 見たかっていうことですよね、どこにピント合わせてます。これ多分今日見てる人得したなと思うと思いますよ、うん、どこにピント合わせてます。ハイライト、あ、いやっていうか もっと具体的でいいです。具体的で言うと、まあ、そのまあこのここですよね、ってみんな言うんですよ、うん、違いますよ。どういうことですか。カメラの、うん、スクリーンにピント合わせてるんです。ほうほうほう、はいはいはい、だミラーレスだと撮像面にピント合わせてるんです、はいはいはい、はい、で一眼レフだとミラーがあって上のフォーカシングスクリーンのここにピント合わせてるんです。ここにこっち側からピント合わせてるんです。ほうはいはいはい、だから写真を撮ってるんです。テイクアピクチャーです。ほう、でもこれはピント合わせられないんですよ。ないんですから、そこの面がないから、ね、面がないから確認できるっていうか、そのそうです、場所がないから、うん、だからこれは距離合わせてるんです。うーん、だからこれはテイクピクチャーじゃないんです。これはこれなんていうんですか、これはフォトシューティングですね。あ、うん、だ撮影です。撮影するカメラです。これはだ出来上がりは見れないです、うん、撮影するんで、撮影した後に現像しなきゃいけないんです、うん、だから M 型教習所は撮影編と現像編と2つあって、うん、それで卒業できるんです。ほー、このライカを使う時の、うん、その元々の考え方ですよね。違います、全く違います。考えたことなかった、うん、まあ、同じような機械ではあるし、まあ、写真をね押せば写るっていう行為は一緒だけど、うん、その原理が全然違うんです。違うってことなんですね、うん、原理が違うから向き合い方が変わってくるんです。だからこのものをこの距離で見てるのかこの距離で見てるのかで変わってくるんです、はいはいはい、だからどの距離でどの位置でどの角度で、うん、撮るかっていうのでこのものの見え方が変わってくるから、うん、まあそうですね、今単純にこっちから見るのと角度を30度ずらしてしまったら、うん、もう全然違うものになりますもんね。だからズーミングするとか、うん、そのフレームのどうとかっていうその構図だとかなんだとかっていうのは、うん、それは、絵になってからの話なんです。だから撮影は撮影、撮影した後に構図だったりそのフレームだったりっていうのはできますよっていう。だから何ミリのレンズつけても変わらないです。そうですね、実はレンズ撮ったレンズ、まあ、50mm で撮っても、うん、実に可変は可能なわけですからね。そうです、それよりかはこの距離を、はい、距離をどう撮るかっていう距離ね、うん、もうずっと言ってるそれ、うん、写真を撮るっていうことは
どの距離を、そうです、どの距離にするのか、うん、だからポートレートを撮るときもどの距離で撮るかっていうのが、うん、それがここじゃなくて30センチ前なのか30センチ後の中で全然違うよっていう、うん、違います。だそれは画角の問題じゃないよ、全然関係ないです、全然関係ないです。あ、やっぱりそうなんだ。だから例えば今これ50ミリついてますけど、50ミリでこうやって撮ってても20ミリで撮ってても一緒です。一緒、それは分かります、うん、その距離は一緒だから、一緒だから、うん、例えば広く映る方が、うんうん、それが狭くなってるほうが関係ない、関係ないです、関係ないです。さあ今すごいこと言ってる本当にこれ多分ずっと写真をやってる人の最後の方にみんな言うのは多分距離、距離ですね、うん、距離しかないですね、うん、あと光じゃないですね、全部影ですからだからライティング、ライティングっていうのはあれ間違いですよ、あれシャドーイングですね、どっちかって、ね、うん、そうですよね。あと高画素っていうのもあれもう間違いですね、多、うん、画素ですね、あれも、うん、全然違います。だからこれで撮るといい、最初その概念が変わるんで、はいはいはい、びっくりするぐらい下手になるんです。それまでそのファインダースクリーン上に映ってた絵を見てたものがそれを放棄しなきゃいけなくなって、うんうん、その代わり距離が見えてくるっていうことですね、うんうん、だからそれはあの最初にお話してたこういうのを撮ってくれっていうのから、はいはいはい、そうじゃないんだなと、うん、そうじゃなくて今この向き合い方がどうなのかっていう、ここなのかここなのかここなのかっていうのがその時その時で変わるし、その被写体によっても自分の自身によっても周りによっても変わるから、その距離を見つけたらあとはまあそれを撮影する、テイクするだけ、そうですそうですね、撮影ですね、シュートです、シュートですね。はあ、だからシューティングと全く一緒です。こうあのライフルでこう狩りをする時にはどの位置で、はい、どの角度で、はい、どの距離で、でどのタイミングで押すかっていう、全く一緒です。狩りをする人に聞いたことあるけど、うん、とその距離になるまでじーっと待ってるって言ってましたよね、うんうん、それがほんのちょっとでもずれたら当たらない、当たらない。よくみんなライカライカって言うけど、はいはい、どっちかっていう と、自動車、四輪自動車と二輪のバイクぐらいの差があります、うん、四輪はこうやって曲がるけど、はい、二輪はこうやって曲がるんで、それの違いがあるんで、だからライカがいいって言うけど、いやライカがいいっていうことではないんだよな。なるほど、ね、僕としてはレンジファインダーがいいです、うん、まあでもレンジファインダー今現実的に言ってもないかしかないですからね。だからこれニコンとかキャノンとかソニーとか、うん、まあ、あのコシナさんとかが、うん、あのコンタックスの名前で作ってくれたら、うん、もうひょいひょいそっち行っちゃいますね。なるほどね、この形が必要だったんですね、うん、面白い。この距離の話分かる人は多分そんなに多くはないと思うけど、でも M 型教習所に来ていただいた人はみんなそれ分かって、分かるようになります。分かるようになります。これね、距離の感覚が分かるようになったらもうその人がその人の写真になるってことですね。そうですね。それでそれができるようになって、それでそのミラーレスだったり一眼だったり、はい、ズームレンズだったりを使うとなんて便利なんだろうっていう、うん、もう数段うまくなっちゃいますね、はあ、その距離っていう概念を身につけるためには、うん、このレンジファインダーっていう形が一番分かりやすかった。それでも萩庭さんも使ったことで初めて気がついた。そうですね、使ってからですね。でそれはなんとなく分かってたんですけど、まあ、当然仕事をする中で、うん、被写体との距離、間合いって言いますけどね、うんうんうん、それがどこに撮るかってとても重要だっていうのは当然ね、うん、あの感じてらっしゃったと思いますけどね、うんうん、これがはっきりさせてくれたって、ね、そうですね、うん、本当にもうこれとあと Q2 今はもう2台しかないです、うん、他カメラないです。そうなんだ、全部売っ払っちゃって。
なんか山ほどいっぱいあるようなイメージだったけど、ないです。あ、そうなんです。ないです。いらないです。これあれば何でも撮れます。でこれでだから200ミリぐらいまでのやつは撮るし、うんうんうん、あと例えば24ミリぐらいの画角が欲しかったら、うん、これを縦位置で3枚こうやって。はいはいはい。そうなんです。皆さん知ってます？広く撮りたければスライドして撮っとけば、うん、それでいいです。そうするともう綺麗な。綺麗なやつが20ミリ撮ります。それに今フォトショップだと勝手にステージしてくれるんで、そうなんです。で画素数もちゃんと3倍あるし、全然全然楽で、やっぱり僕これを使うようになって、まあいろんなところで話するんですけど、例えばコンサートライブ行って撮影するじゃないですか。そうするとそれまでの一眼レフを撮って帰ってきた時に、こう布団に入って今日何やったんだろうって思うと、そのアーティストのアップの顔とか、はいはい、あとそのワイドレンズでこう、はい、あの照明まで映ってたりっていう、そのステージが全部映ってたりとかっていう、そういうのは思い出せるんですよ。だけどライブに行った感じがしないんですよね。あ、しないですよね、さっきね。でもこれで撮ると思い出すのはライブに今日行ったっていうことを思い出すんです。スクリーンの中に映ってる世界しかカメラマンは見てないから、それがワイドにすれば広い、うん、で望遠にねすれば狭いっていう、うん、そのファインダースクリーン上のイメージしか覚えてないの。そう。でも全体のコンサートの雰囲気とかっていう、全然雰囲気っていうのは覚えてないってことになる。でもこれで撮るようになったら、うん、帰ってくると何ミリのレンズで撮ったなんて全然なくて、はい、まあまあ僕は今50ミリしか使ってないんですけど、うん、でもあ今日ライブに行ってきたっていうのがちゃんと入ってくるから、5000万画素あればじゃあちょっとここ使おうって言っても使えますか、ね、全然使えます、全然使えます。でも画素数ももう今あのピュアローっていう、うん、あのソフト、うん、使ってます。使って、あもう絶対使った方がいいですよ。ピュアロー、